どうも、エレラリトです。福田です、こんにちは。はい、よろしくお願いします。はい、さあ、福田さん、今回のテーマは何でしょう。はい、今回こちらです。チェンソーマン、はい、実写化発表ということで、うん、まあ、これはいつかされるんじゃないですか。まあ、されそうですよね、うん、本当に、はい、かなり CG 使わないとダメですけどね。いや、まあ、かなりで、ほとんど CG じゃないですか、本当にね。はい、まあ、でもデビルマンとかもね、やってるぐらいですから。いや、デビルマンとはまた違うでしょう。いや、でもデビルマン似たような感じじゃない、なんかその、いや、まあそうなんだけど、うん、でもこうチェーンソーをつけるんだよ。まあそれに関してはさ、うん、もう何でも一緒なんじゃない、そう考えたら。そうなんかな、うん、だから CG だったら何でも一緒なんじゃないですか。そういうもんかね、うん、ちょっとこれやっていきましょう、ね。うん、まあいつか本当やりそうですよね。レンジ、うん、レンジね。レンジは、僕はこちらです。杉野陽介、杉野陽介、陽介さん、はい、はい、でしたね、うん、この前のユニコーンに乗ってて大活躍した杉野君ですか。いや、なんでそんな言い方するんですか。いや、そうなんですけど、大活躍はしてましたけど、はい、そうですね、なんかこの感じでも、デンジって16歳なんだよね。ちょっとやっぱ16歳にはできないですよね、あの感じは。ちょっといいこなしですよ、うん、それに関しては。で、じゃあこれですね、やっぱちょっと迫力が欲しかったんで、はい、早見もこみち、ちょっと違うな。早見もこみち、迫力がね、やっぱちょっと違うな、欲しかったんだよね。迫力あるかね、そんな早見もこみち。もこみちでかいですからね。いや、身長の話なの、はい、高いところから塩もかけてきますし。いや、オリーブオイルね。マキマ、マキマ、やっぱちょっと不思議な魅力が欲しいんでね、吉岡里帆さんですね。これなんかこういう不思議な感じの人を吉岡里帆さんにしたくなっちゃうんだよな。ちょっとな、色気もあって、ちょっとどうかな、パワーないかな。あるでしょ、十分でしょ。俺はやっぱこう不思議な色気もあるし、うん、そういう意味ではもう完璧かなってのは。います、そんな人。菅野美穂です。やっぱり、いやいや、色気、ヌーディー出してますから。不思議な色気もある。いつまで言ってんだよ、ヌーディーの話。はい、ちょっと元気すぎるけどな。いや、 今のイメージだと今はおとなしいですよ、菅野美穂も。いや、もういや、おとなしくない、今元気でしょ、今こそ。五郎ちゃんと道玄坂でちょっと会って以来、おとなしいです。いつの話してんのそれ。秋です。秋ね、秋は僕はこちらです。流星涼、流星涼君ね。なんかあの髪型がなんとなく俺の中で流星涼の感じなんですよね。流星涼くん、もっとなんかいい役ありそうだけどな。まあね、なんか俺が使いたかったんですよ、流星涼くん。やっぱちむどんどんも終わっちゃったし。よっしゃ、吉沢優。優、クロスファイヤーとか出てた人ですよね。クロスファイヤーの人。クロスファイヤー、吉沢優と見てないんですけど、ちょっとね、吉沢姓が多いんでね、難しいんですよね。まあ、いや、多分わかんない、顔見たらわかるし。イケメンですよね。いや、同い年ぐらいですね、吉沢優。はい、同い年ぐらい、もっと上じゃないの。ちょい上ぐらいかな、うん、なんか上のイメージだけどね。顔わかります。え、顔わかるよ、うん、あ、この人でしょ、うん、あれに出てたよね、競争の番人とか出てたよね、最近。あ、出てました、出てました、ね、はい、うん、工場のね、はい、うん、出てました。ちょっと年齢が上なんだよな、みんな。でも、秋の年齢わかんないでしょ。いやいや、わかるじゃん、なんとなく。25、6でしょ、多分。パワー、パワーちゃん、パワー、パワーちゃんは、僕はこちらです。橋本環奈ちゃんです。元気だから。裸大丈夫？まあ、もういいんじゃない、そこら辺も。裸でいける？いや、裸出さないよ、多分。誰だろうと。まあ、ここはね、誰でもいいかなと思ったんで、さだまゆみ。いや、誰でも良すぎじゃない。ならないよ、さだまゆみには。さだまゆみです、絶対ならないよ。角つければ誰でもいいかなと。いや、誰でもいいことないし、誰でもよくてもさだまゆみはダメだよ、多分。小紅、小紅ちゃんは、あ、なんかね、あの、もじもじしてる感じがね、僕の中ではこう森川葵さんなんですよね。うん、ギャグできそう。
あの感じの小紅強いからね、意外と、うん、何気にね生き残りましたもんね、うん、そうね、まあ逃げたからだけどねハンバーガー屋さんで働いて、あそこのシーンがなんか森川多いっぽいんですよね、うん、平山屋平山屋って木見さんの、うん、え、そうだっけ、そう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 、まあまあまあ、だからバーターみたいな感じで来てもらう、あんまないよ夫婦のバーター監視監視子孫のね、なんかねデビルハンター、うん、まあ、そういう役はやっぱり、門脇麦さんですね。門脇麦、うん、あそこ、うん、門脇麦はちょっと全然違うと思うけどな。そう、うん、門脇麦じゃないあれ。いや、ああいうやっぱりなんかよくわかんないのは門脇麦がやるイメージですけどね、雰囲気あって。俺は結構ここ合いました。あんま喋んなくて。吉瀬美智子。いや違いますよ。いやこういう感じじゃないのかちょっと。いや吉瀬さんは違うじゃん。あんな感じじゃないじゃん。まあ、でもどっちかっていうとでも男前の感じだよね。関心はね。男前ってでも線細いからね。修正っぽい感じもするけどな。うん、でも女でしょ。女です、うん。でもどっちかというとこう男っぽい女だよね。関心で。吉瀬さん別に俺男っぽい女だと思ってないからな。あ、そうですか。僕はもう男っぽい女だな。女どこでどこでそう思うの。吉瀬さんのこと。吉瀬さんはなんか女にモテそうだなっていう。まあまあまあ、はい、そう、はい、あんまりそんなイメージないかな。そういう感じすごいしますけど。天海祐希みたいな。まあなんとなくね、天海祐希がいいんじゃない感じ。そんなことないですよ。笑っちゃうよ天海祐希があれやってたらそんなクラスじゃないんですよ。もう天海祐希にしろ、吉瀬さんにしろ、まあ、こんな感じですね。絶対きっかけになったやつじゃん。じゃあもこみちと平山綾が何で共演してたっけ。もう何も覚えてねえよ。あ、あ、じゃあ間違った。なんだろう。あ、チェーンソーマンですよ。あ、間違った。働きマン働きマンと間違ったマンはそうなっちゃうのか働きマンと間違った。あとはゼブラーマンとか間違ったチェーンソーさすがに何か。ゼブラーマンはちょっとね人がいなかったんですね。やっぱシングルトラマンも調べてみたんですけどね、まあ、若い子は出てないんですよね。いやいや若い子出てないから働きマンもいなかったですね今回は。いなかったですじゃないんですよ。でまあこれは本当ね、でも結構遅いんだよね漫画の実写化って時間。あ、でも東京リベンジャーズとかすぐやったか、うん、じゃあありますね。東京リベンジャーズよく実写化してる。あんなさ、まあまああれ人間だからやりやすいと思う。まあまあまあ、うん、東京グールもね。あ、そうか、うん、東京グール何すぐやってた。やってましたよね。まあ、いや、まあ、映画はやってるけどその時期漫画が終わって連載終わってすぐとかだった。すぐやってたイメージしますけどね。ちょっとチェーンソーマンの実写化は文句言う人が多そうだもんね。まあね、まあね、誰なんだろうな本当に。あんま、まあ、そういうもんか。日本人じゃない方が良さそうですけどね。まあね、雰囲気としては。まあ楽しみにしておきましょう。はい、はい、さあそれでは今日の一人でご覧ください。どうぞ。カース、俺はあと何年生きれる。100年。よっしゃ。どうもありがとうございました。